ココセのもです。サンディエゴの総研究所で研究するには何をしたらいいと思いますか。サンディエゴに行けばいいんじゃないですか。今から勉強して医学部に行くにしてもよくて、歯科医科大ぐらいしか行けないぐらいの学力で私立の研究所らしいんですが、研究所って会社みたいに採用とかしてるんでしょうか。まず大学卒業してないと採用されないと思います。で、英語喋れないとダメなので、アメリカの大学に行くといいと思います。